誰かのために走るんじゃない。諦め膝を曲げるんじゃない。その先へ高くまで飛ぶために。先日、紹介した美和さんのカンナですが、映画、神在月の子供の主題歌だったのですね。そして、この映画、みーちゃんこと牧田亜樹さんが主人公役を務めているのですね。全く知らずに紹介していました。偶然のつながり、コインランドリーで、モネと菅波先生が出会ったことを思い出しました。スケールは全然違いますが、やっぱり世界はつながっているんだなと。さて、今週のおかえりモネは、サンドウィッチマンが出演するようです。漁師役らしいですね。ということは、一部で噂されていた宇田川さんの正体は、サンドウィッチマンではなかったということですね。やっぱり、顔出しはないのかな。それより、りょーちんの船が遭難。みーちゃんが、また、パニックになってる様子が、予告にありましたが、この流れって、まだ放送されていないので、何とも言えませんが、ちょっと、なんて言うかな？その、やっぱり、強引すぎない？モネが船を引き返すように助言するようですが、天気を読むのも漁師の仕事だし、漁協の役目でもあるのではないかと。そこに、モネが入っていくのは、まだ見ていないので、何とも言えませんけどね。